横道隆博は、日本の政治家、弁護士。衆議院議員、北海道知事、衆議院議長、衆議院副議長、民主党総務会長を歴任。父は、元日本社会党衆議院議員の横道節夫。北海道札幌市生まれ。母、美希は、経済学者の野呂英栄太郎の妹である。中学生時代に交通事故に愛療養生活を。 余儀なくされ、4年かけて16歳で中学校を卒業する。北海道札幌西高等学校に入学するが、1年生の2学期から東京都立九段高等学校に転校し、同校を卒業。東京大学に進学し、1966年、法学部を卒業する。大学時代の親友に枝さつきがおり、 日本社会主義青年同盟の学生班に揃って所属していた。また大学在学中の1965年24歳で司法試験に合格。司法修習第20期を経て1968年4月に弁護士登録。1969年父、節尾の急世を受け第32回衆議院議員総選挙に 旧北海道一区から日本社会党を公認で立候補し、初当選。以後5期連続で当選する。社会党では、新しい流れの会の幹事を務め、党内では、社会党のプリンスとも呼ばれた。1972年、衆議院予算委員会で、沖縄返還に伴う日米間の密約を示した、外務省極秘電信を暴露し、西山事件の発端になった。 1983年、衆院議員を辞職し、同年4月の北海道知事選挙に、周囲から押される形で立候補する。元日本大学全学共同会議書記長の田村、正俊や、実業家の菊池秀夫らが率いるカッテレンの、選挙運動により支持を広げ、自由民主党、新自由クラブ及び、大学時代の親友である、枝さつきも所属する。 社会民主連合が推す全副知事らを破り、当選した。横道の北海道知事在任中、1969年の当選同期であり、党派を超えて、信仰のあった農林水産大臣の羽田つとむが、荒えそうに、北海道庁への転勤を命じている。1987年の知事選では、元食料庁長官の松浦明らを破り、再選。 1991年の知事選では自民党が推薦する佐藤静夫を100万病町の大差で破り参戦。当選後、荒井総を知事室長に起用した。1994年、翌年の知事選に立候補しない意向を表明し、合わせて国政復帰を明言した。知事在任中は市村はじめ品運動を推進して、 地域経済の活性化を図り、第1回アジア陶器競技大会の北海道への招致にも成功。しかし、地方博ブームに乗って開催した1988年の世界職の祭典では、約90億円にも上る多額の赤字を計上し、関係者が自殺する事態に発展したため、北海道議会に問責決議が提出され、同民の間からも、 ショックの採点と、揶揄する声が上がった。横道同性の下では他に、同調職員のカラ出張も、社会問題化した。道路建設のためのオタル運河埋め立ての計画が、持ち上がった際は運河を分割した上で、その一方を、半分の幅を残して埋め立て、一方を埋め立てない、足して二で割れる案を採用し、決着させた。九百九十年八月には、 ソビエト連邦サハリン州で大火けを負ったコンスタンティン君に皮膚移植を施すために札幌医科大学附属病院に受け入れた。知事退任後日本社会党から副党の要請を受けるも応じず、第17回参議院議員通常選挙において東京都選挙区で無所属の新人、県常三恵子を支援したが、県常は落選した。1996年、 北海道選出の衆議院議員、鳩山幸夫や厚生大臣の菅な人を中心に決闘した旧民主党に参加。第41回衆議院議員総選挙に同党公認で北海道1区から立候補し、当選13年ぶりに国政に復帰した。当初、新進党が北海道第1区に小沢一郎党首の甥い、小野健太郎の擁立を進めていたが、 選挙協力により、小野は、北海道5区に国えした。以後、5期連続当選。2005年、第44回衆議院議員総選挙に際し、社会民主党に所属していた、横光克彦を引き抜き、民主党に入党させた。なお横光は、横光の1969年当選同期である、安倍真紀夫の後継者である。同年の、 対163回国会から衆議院副議長を務める。2009年、第45回衆議院議員総選挙で重選。民社国連立政権発足に先立ち、衆議院議長に就任する。副議長経験者が議長に就任するのは、原健三郎衆議院議長の就任以来、約20年ぶりであった。また、民選知事経験者が、 国会の議長に就任するのは史上初めてであり、衆議院議長、衆議院副議長で東京大学出身の経歴を持つ人物は史上初めてである。9月18日、鈴木宗男事件による収賄罪で日清で実刑判決を受けて上告中の鈴木宗男を外務委員長に指名した。鈴木は翌年9月に 実刑判決が確定し議員を失職したため、鈴木を外務委員長に指名した横道の責任を追求する声が野党から上がった。2012年11月16日に衆議院が解散されたことを受け、1ヶ月後に執行された第46回衆議院議員総選挙では自民党新人の船橋身に競り負け、 重福立候補した比例北海道ブロックで復活し11戦。直近の元衆議院議長が小選挙区で落選したのは初である。2014年12月に執行された第47回衆議院議員総選挙では、小選挙区で当選を果たし、12戦。2015年2月、同年4月に予定されている。 北海道知事選挙において、党の独自候補を擁立することができなかった責任を取って、同連代表を辞任。2016年5月21日、次期衆院選に立候補せず、政界から引退することを明らかにした。5月28日に行われた、民進党、北海道一区総支部定期大会において、政界引退を正式に発表し、公認には、 北海道議会の道下大樹議員を擁立することを合わせて発表した。2017年7月27日、民進党代表の蓮舫が同月の東京都議会議員選挙の結果を受けて辞任を表明。蓮舫の辞任に伴う代表選挙では枝野幸男の推薦人に名を連ねた。同年9月28日、衆議院解散に伴い政界を引退。 後継となった道下は、第48回衆議院議員総選挙で、立憲民主党から立候補し当選した。自身の重視する政策として、以下の7つを挙げている。民主党入党後は、党内で、旧社会統計議員が、中心の新政局懇談会を率いており、鳩山幸夫が民主党代表就任時に、日本国憲法の改正を示唆する発言を行った際は、 辞職を促す、党を、党内のご検派の代表格である。一方、2004年には、会見論者である、小沢一郎との間で、日本の安全保障、国際協力の基本原則に関して合意し、国際連合の警察的機能に貢献するための、別組織を作って、国際協力を進めながらも、自衛隊は、国土防衛に徹し、海外へは派遣しない方針を確認した。 1999年の衆議院本会議における国旗及び国家に関する法律案の採決では反対票を投じている。日本社会党は原子力発電に反対する姿勢をとっていたが、北海道知事就任後、北海道電力パク原子力発電所について行政の継続性を理由に反対の姿勢は取らなかった。また、比較三原則を 北海道議会で決議する案が出た際、国が決めているものを地方で決議することに意味がないと否定的な見解を示した。外国人への地方参政権付与に肯定的な立場を見せており、韓国政府から謝意を表明されている選択的夫婦別姓制度の導入に賛同。ありがとうございます。